はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。14時をちょいと回りました。5月は20日マンデーでございまして、こういうニュースを読んでいたんですけどもですね、大紀元ですね、5月19日昨日ですね、実家はにはもうお金がない、国内からの仕送りストップに直面する中国人留学生たちというタイトルで、まあ、これ前からね一回取り上げたこともあるんですけど、3月ぐらい前に、中国から海外に留学している留学生という人たちですね、まあ、リッチに仕送りを受けていると、年500万を受けているみたいな人もいるみたいですけども、親がね、そのままお金を儲け続けていればいいんですけど、中にはですね、仕送りが止まったみたいな若者がいるんですね。で、その苦労話みたいなものが、ポチポチと出始めてきてるんですけどもですね、中国内では単品族、いわゆる日本語で寝そべり族っていう人がいますよね。大学は出たけどもですね、こう、就職がないんで、毎日寝転がってると。寝転がってスマホを見てですね、こう、なんか必要な時にシュッシュッって出てですね、多少のバイトみたいなことをしてですね、小遣いを稼いでるみたいな。あるいはそれも全部しないみたいな人もいるとかっていうんですけど、いわゆる中国の Z 世代ですね、若い人たちがですね、この今、まあ、大変な苦難というか苦境というか、こう、よろしくない状態になっているという感じですね。で、日本人にはなかなか想像つきにくいんですけども、中国ってついこの間までですね、一人っ子政策っていうのをしてたんですね。今僕らがですね目にするですね、どうでしょうね、40代くらい以下の人たちの中国人ですね、全員がほぼ全員が一人っ子なんですよ。まあ10人中 9.5 人ぐらいは 9.8 人ぐらいかな、一人っ子なんですね。で、今の若者というのはそういう親の子なんですよ。一人っ子世代の2世みたいな子なんですね。で、みんな一人っ子なんですよ。で、親がですね、それなりに稼いでいればですね、何の問題もないわけですよ。単品やっても、家で寝そべっていてもですね、何の問題もないんですけど、まあ、たまさか留学をしていてですね、親が裕福でガンガン金を送ってもらえてたのに、送ってもらえなくなったっていう子供たちのですね、話がこう、載ったりするんですけども。何よりももっと、もっと大きな問題はね、こいつらですよ、この中国の Z 世代というものがですね、もしかしたらですね、社会の役に立たない世代なのかもしれないということですね。つまり甘やかされてですね、蝶よ花よと育てられてですね、もう今、例えば20歳の、まあ20歳はオーバーか、25歳の若者ってのは生まれたのがですね、前世紀の終わり、1999年ですよね。その頃には中国って、まあまあ、それなりに豊かだったわけですよ。で、その後、00年代って中国は高度成長なんですね。毎年 10% 以上のですね、こう成長を遂げて、2010年には日本の GDP を抜いたんですね。で、そんな時代にですね、子供時代を過ごしてですね、さらにその次の時代ですね、2010年代ってもう中国がもう豊かになってですね、まあ、金満国家になった時代なんですね。そこで次の10年を過ごしてですね、大人になった時、2020年にはですね、もう、なんて言いますか、上海や北京での生活っていうのは先進国そのものですよ。でですね、甘やかされたんですけども、でもすごい競争社会ですね。それくらいの20歳、じゃあ18歳くらいまで若者の競争っていわゆる学歴競争なんですね。いい学校に行けるかどうかっていうことでですね、ガンガンこう勉強させられて。で、社会に出てみたらですね、就職ないやんというのが今のこの若い人たちなんですね。ほんで、ね、嫌やんって寝そべってるわけですよ。あるいは留学をした人もいるわけなんですけどもですね、なんかね、ものすごいね、こうギャップを感じます。それ以前の僕が知ってる中国人たちって僕と同世代がちょっと下が多いんですね。つまり貧しい貧しい中国の時代にですね、勉強して学校に行ってですね、で、なんとか日本にやってきたんや、みたいなんですね。そういう、こう、ハングリー精神が、まあ、なんていうか、こう、その人間の中に、こう、濃厚に残ってる人が多かったわけですよ。僕の同世代。
あれちょっとした50歳ぐらいまでですかね。いやそのね、お金なんか全然なかったからですね、デートをするのに豚まんを2つ買えればよかった。2つ買ってそれを2人で食べながらですね、座って公園のベンチかなんかに座って話をしたんだとかいうことを聞いたことがあります。ああそうとか言って、その人たちがですね、今やですね、中国にマンションを持ち、日本にマンションを持ちってやってるわけですよ。日本に来てる人たちは、で子供を長与離れと育ててるわけですよ。このね、世代ギャップってすごいと思いますよ。実は私の世代がそうなんですね。私の親の世代というのは戦争経験者なんですよ。私今62歳ですけども、私の親は2人とも戦争経験者ですね。母親はですね、15歳の時に大阪大空襲にあった。父親は外地に行っていました。で、そこからですね、僕なんかが生まれた時にはもうすでにですね、戦後17年ですから、まあ食うには全く困らないわけですね。で、あとはですね、要は学歴競争が始まっていたぐらいの。まあ、でもね、なんだかね、日本の場合はグラデーションだったわけですよ。こうカンカーンと来なかったわけです。でなんだか昭和の話を聞きながら、昭和のって戦争の話を聞きながら育ったのが私の世代だって。で、私の子供の世代はですね、どういうんですか、もうまるっきり平成の世代であって、ですね、日本がもう、僕の世代が飢えたことがないわけですね。僕の親は飢えたことがあるわけですよ。で、僕は飢えたことがない世代に、の中で育ってるわけだって。まあですね、日本も学歴競争の社会ですね、受験勉強しながらと言ってるわけですけど。日本ってまだグラデーションなんですけど、中国の場合はなんかこう、デジタルにパンパンパンと変わってるわけですよ。パンパンパンと変わった今の若者っていうのは、なんていうか宇宙人ですよ。つまり、リッチな育ち方をしているんだけども、今、生まれて初めてのですね、不況になってるわけです。で、目の前に仕事がないんですよ。で、人によっては親が金がなくなってですね、もうリッチな生活ができなくなった、あるいは留学をやめなければいけなくなったみたいな、そういうですね、大きな変化をですね、こう、まあ、の最中に今あるわけでしてですね、彼らは一体どうなるんでしょうね。今ね、日本でね、かつての例えば30年ぐらい前の日本でね、その辺でそのなんていうか産経仕事をしているって中国人が多かったんですよ。だから今のね、中国のね、こう20代ぐらいの人ってね、産経仕事しないでしょ。そういうこうプアな中国人はいなくなったんですよ。今だからなんか頑張ってるのは南アジア系の人たちだったりとかですね、ベトナムの人たちだったりとかって。今もその犯罪者の集団にも中国人の名前を聞かなくなり、中国人というのを聞かなくなりますよね。クリミナルな人たちのボスには中国人がいて、下でベトナム人がいるみたいな関係はあるみたいですけど、なんていうかその巷でこう末端のですね、クリミナルな人たちっていうのはなんか中国人いなくなりましたね。もうそういうね、世代ギャップがすごいんですよ。すごくって、彼らは一体どうなるのと。まあもちろんね、クリミナルな人たちは少数ですから、大多数はですね、単品族になってるわけですよ。で、この彼らがですね、時代の主役なんですね。30代、40代の時にですね、中国経済の主役になるんですけど、どうなってるんでしょうね。この世代間ギャップというものがですね、今後の中国社会にですね、かなり大きな影響を与えると思うんですけど、あんまりね、いい影響は与えないと思うんですよ。どれだけマイナスをもたらすかということなんですね。この今の単品族がようなことで主流になった時、多分15、6年先ですね。まあその時まで私が生きてるかどうか知りませんけどもですね、かなりこれやばい世代を作ってしまってるんちゃうかなという気がします。もうハングリーでもないしですね、向上心があるわけでもないしですね、何かこう知性教養を身につけてるというふうにも思えないし、でも贅沢は知ってるという連中なんです。さあどうなることやらという話ですね。この大紀元の実家にはもうお金がない、国内からの仕送りストップに直面する中国人留学生たちというタイトルの記事のアドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。